まず真ん中からお姉さんがいるこの真ん中からこっち、はい、こっち側にいるお友達はトーマスチームです。トーマスチーム手挙げて。はい、後ろのお友達も OK ですか？ありがとう。じゃあ今度真ん中からこっち、はい、こっちのお友達はパーシーチームです。パーシーチーム、はーい、はい、お持ちの方もありがとうございます。じゃあね、どちらのチームにも大きな声でトーマス・パーシーのお名前呼んでほしいから、じゃあまずはお名前を呼ぶ練習をしますよ。はい、じゃあ真ん中からこっちのトーマスチーム、大きな声でトーマスを呼んでください。せーの、トーマス！優しく呼んでくれてありがとう。みんなが大きな声で名前を呼んでくれるとトーマス・パーシーどんどんスピードアップするから、もっと大きな声で呼んでみて。トーマスチームいくよ、せーの。真ん中からこっち、パーシーチーム、パーシーのお名前呼べるかな？せーの、もっと出るはず。せーの、そう、その調子です。じゃあね、トーマス・パーシー、みんなの声援を受けてかけっこ頑張ってくださいね。じゃあ2人とも準備をお願いします。さあ、お家の方もぜひお友達の応援お願いしますね。デイビッドとサキャインさんは2人の応援をしてくれますよ。さあ、どっちが早くゴールするかな。みんな一生懸命応援してね。それではトーマス・パーシーお願いします。よーい、スタート。さあ、みんなでお名前呼ぶよ。トーマス・パーシーって大きな声で呼んでね。パーシー頑張って。トーマス頑張れ。パーシーその調子。今日のかけっこゲームはトーマス・パーシー引き分けです。拍手。すごい、デイビッド、2人ともいい走りを見せてくれたよね。そして何よりみんなとっても元気いっぱい大きな声で応援してくれました。じゃあ、とっても素敵な応援をしてくれたみんなにも大きな拍手をお願いします。トーマス・パーシー、大きな声で応援してもらえて嬉しかったね。よし、じゃあね、だんだん盛り上がってきました。まだまだゲームいっちゃいますよ。次、みんなに挑戦してもらうのは出発進行ゲームって言います。どんなゲームかっていうと、今からみんなには機関車に変身してもらいますよ。じゃあまずはデイビッドみたいにお手手を腰の横でパーにして、さあ、こんな風にガタゴトガタゴトできるかな。じゃあみんなで一緒にやってみましょう。せーの、ガタゴトガタゴト、いいですね。そして今デイビッドのもとに赤色の旗が届きました。みんなガタゴトで走っている途中にデイビッドがこの赤色の旗をあげたら、みんなお手手をグーにしてピッピーって汽笛を鳴らしてください。さあ、急にちょっと難しくなるけど、じゃあゆっくり練習してみるね。旗が上がったらピッピーですよ。じゃあまずはお手手を腰の横に準備して、できたらじゃあ機関車に変身です。いくよ、せーの、ガタゴトガタゴト、旗をよく見てね。ガタゴトピッピー。ちょっとね、ちょっと待ってね、デイビッド大丈夫？ OK、 もう一回やってみよう。はい、じゃあ機関車に変身して、ガタゴトからいくよ。せーの、ガタゴト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 、旗が上がったらピッピー。いい感じですね。さあ、これちょっとね、デイビッドにもかかっている、ね、気がしますが、みんなでじゃあ息を合わせてやってみましょう。じゃあ次は音楽に合わせてやってみるよ。トーマス・パーシー、よろしく。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。